メロドラマは演劇や映画のジャンルの一つで一般に感情の起伏を誇張した感傷的な恋愛劇を指す。メロはギリシア語のメロスに由来し、かつて通俗的な芝居がしばしば甘ったるい戦場的な音楽とともに上演されたことからこの名前がある。ご都合主義や通俗性から別称として用いられることもあるが映画とテレビドラマでは 早々期から現在に至るまで繰り返し作品が作られてきたジャンルである。メロドラマはギリシア語の歌と劇の合成語で、特に18世紀のフランスとドイツで上演されていた演劇形態の一つを意味するに過ぎなかった。ジャン・ジャック・ルソーが自作、ピグマリオンの中で、上演に際して音楽の伴奏を伴う形式の芝居をメロドラムメロドロムと呼んだのが最初期の例とされている。 18世紀を通じて、欧州全体に、この上演形態が広まるとともに、音楽の役割は後退し、観客を引きつけるため、性的な古典劇とは異なる波乱に飛んだ筋やセリフが強調されるようになった。とりわけ、フランスでは当時流行していた暗黒小説に題材をとり、亡霊や妖怪、森の盗賊などが恐怖心を煽るといった筋書きが好んで書かれた。イギリスでは、 トマス・ホールクロフトの奇跡の物語が最初期のメロドラマ上演例とされる。多くの場合ドラマは極端に誇張され、愛し合う男女の前に厳しい障害や敵役が現れるというパターンを取った。語り口は道徳的、感傷的で登場人物はきっぱりと善悪に分けて類型化されていた。そうした物語劇が流行する中、各劇場がこぞって舞台装置や 衣装の豪華さを競い、流行はアメリカにも波及する。欧米で盛んに同種の作品が量産され、メロドラマは上演形式を指す言葉から型にはまった通俗的な物語を意味するようになってゆく。ダグラス・サーク、風と共に散る映画が普及し始めた後もメロドラマの人気は根強く、特にアメリカではサイレン時から盛んにメロドラマ作品が作られた。 中でも d w グリフィスのチリーク花や東への道、嵐の孤児は初期の最も成功したメロドラマとされている。トーキー時代に入ると男女の会話を通じて心理の変化を表現する作品が作られるようになり、ジョージ・キューカー、カミーユやキング・ビダー、ステラ・ダラスといった収作が現れた。また、イギリスでは映画会社、 ゲインズボロピクチャーズが大量のメロドラマ映画を制作して世界各国で大きな人気を集めたためヨーロッパにおけるメロドラマ作品の撮影手法や物語演出の典型とみなされるようになりゲインズボロメロドラマの呼び名が生まれたドイツからハリウッドへ移住した映画監督ダグラス・サークは1950年代に入ってメロドラマの傑作を多数残したとりわけ 天はすべて許したもうと、風と共に散るはカメラの動きやわずかなセリフ回しで登場人物の起伏に飛んだ心理状況を表現した。こうした特徴は後の映画研究において再評価が進み、サークはアメリカのメロドラマ映画を代表する監督の一人と考えられるようになった。メロドラマ映画は現代の社会風俗を克明に描く一方で、 登場人物は制作者や観客のジェンダー像、社会観を体現する存在でもあるため、映画研究において重要な研究対象となってきた。サークで頂点に達するアメリカのメロドラマ映画は、被害者意識、犠牲者の立場に焦点を合わせている点に大きな特徴があると言われている。登場人物が何かの障害にぶつかり、それを超えられずにもがく姿を軸に、 物語が展開するのである。そうした障害は、経済格差や、封建的な偏見など社会全体の圧力として表現され、解決策も様々な理由で封じられるため、登場人物たちは壁の前でただ苦しみ続ける。こうした状況下の心の動きを映像で表現しようとする過程で、ハリウッド映画は様々な表現手法を獲得することになった。 アメリカ映画では現在でも盛んにメロドラマ作品が作られているほか映画監督のトッド・ヘインズがダグラス・サークのメロドラマ作品群を詳細に分析カメラワークや構図を意図的に模倣したエデにより彼方にを制作するなどメロドラマ映画は新たな創作の着想源であり続けているメロドラマは 学術的な定義が定まった用語ではなく、何をメロドラマに数えるか論者によって意見が分かれているが、一般にメロドラマの代表作とされる作品には以下のようなものがある。歌唱ではなく、セリフや詩の語りに背景音楽をつけたものを指す。1770年に、ルソーのピグマリオンが上演された後、ゲオルクベンダのアリアドネなど、 ドイツ語圏においても流行した。音楽作品のジャンルとしてのメロドラマには戦場的だがドラマの中身が薄いという意味合いは全くない。メロドラマはもともと音楽付き朗読劇の一つでセリフと音楽演奏を交互に進行させたり、稀には背景音楽を流し続けながらセリフを朗読するような形で上演されていた。登場人物が一人の場合はモノドラマ、 二人の場合は、デュオドラマとも呼ばれた。音楽作品の場合には、映画や演劇のように、ご都合主義、通俗的といった別称としての意味は、次第に薄れてゆき、単に音楽を取り入れた、上演手法を指すようになった。ベートーベン、フィデリオがパリで上演された、際の総画。この作品は、メロドラマの代表例とされる。 上述の通り最初のメロドラマの例は、ジャン・ジャック・ルソーが台本を書いた、ピグマリオンで、1770年に、リオンで初演されている。この作品は、大きな評判を集め、ウィーニーやワイマールで台本のドイツ語訳に加え、音楽を書き直して、ドイツ各地で上演された。この時音楽の改編を担当した、作曲家のゲオルク・ベンダは後に、メロドラマ作家として、有名になり、 ナクソス島のアリアドネやメディアなどが特に好評を博した。ベンダのメロドラマ上演は当時の音楽家たちに大きな影響を及ぼしたが、特にモーツァルトは強い関心を寄せたと言われ、未完成のジングシュピール、ザイでの一部をメロドラマに改作して父親に送っている。この頃、メロドラマ人気の影響を受けて作られた音楽作品では、ベートーベン、フィデリオや、 ウェーバー、マダンの伊手が知られている。また、ウェルリオーズ、レディオは、メロドラマの手法を、オペラではなく、公共曲に応用したものである。19世紀に入ると、ピアノの伴奏に合わせて、死を朗読するという室内版メロドラマが人気となり、シューベルと、この世からの別れ、シューマン、美しきヘイト美妃、リスト、美しき僧侶など名作が多数作られた。また、 同時期、イタリアでは、特にオペラの中で音楽よりもセリフを重視する、作曲手法をメ、メロドラマメロドラマと呼ぶようになった。20世紀に入ってからも、ストラビンスキー、ペルセフォールや、ウィリアム・ウォルトン、ファサード、リヒャルト・シュトラウス、リノク・アーデンなどが、メロドラマの手法を利用しているとされることが多い。中でも、傑作とされるのは、チェーン・ベルク、モーゼとアロンで、ここでは、 自らの啓事を民衆へ伝えられず苦悶するモーゼの姿が伴奏と朗読で表現されている。ありがとうございます。